四季島の金明地区、2018年6月2日撮影。四季島の金明地区は、群馬県渋川市赤城町津久田の上野森淡田宮境,境内にある国の天然記念物に指定された竹やぶである。なお、指定名称は金明地区であるが本種は厳密には銀明地区である。金明地区、または銀明地区は、 マダケの突然変異によってできただけで、主に鉢植えなどの園芸品種として流通しているが、投資定地は小規模ではあるものの100本以上の群生地を形成しており、1953年11月14日に国の天然記念物に指定された。四季島の金名地区前橋市四季島の金名地区の一色の異なる缶の目溝辺。2018年6月2日撮影。 四季島の金明地区は、渋川市北東部の津久田地区にある上の森山タ区境内に自生している。この場所は、利根川と沼尾川合流天東南方の貸し段球場にあたり、渋川市立赤木北中学校から県道151号線を挟んだ県道東側沿いに面している。すべての竹類の管は山荘から構成されている。通常の竹は一番外側の 第一層が緑色であるのに対し、金名地区の場合、第一層が黄色に変色し、第二層が元通り緑色であが、節の部分から芽が出ると、第一層の金色の組織の一部が枝の方に出るため、第一層が薄くなり芽溝辺が形成される。芽溝ベは薄いため、第二層の緑色が透けて見える。 四季島の金明地区の場合、第一層は緑色であるが、第二層は薄い黄色である。そのため神溝辺は黄色く見える。昭和20年代までは間に白城、または木城のあるものはすべて金明地区と呼んでいたため、この竹林の名称は四季島の金明地区であるが、上記の経緯の通り厳密には銀明地区である。指定地は、 コンクリートの枠で仕切られており、面積は255平方メートルである。1968年より、群馬県全域に発生した竹の開花により、県内よその竹林同様に、四季島の金明地区も枯れ始め一時は、品質寸前の状態になったが、関係者による伐採や施費など、積極的な育成管理により回復した。今日ではコンクリートで囲われた枠いっぱいに百本。 以上が自生し、管の周囲も10センチから25センチに及ぶものが多い。加藤健、室井広市、P543 敷島の金明区文化庁、ウェブサイト、2018年6月16日閲覧。敷島の金明区文化庁、ウェブサイト、2018年6月16日閲覧。ABCS、森広市、 ピアニッシモ、54から55ハット a b 式島の、金地区国指定天然記念物群馬トラベルポータルウェブ群馬2018年6月16日、閲覧。ABC アス、森博志、ピアニッシモ、125から126、ABC 加藤編、室井博志、P544 加藤編、室井博志、 P545 季島の金名地区区境跳ね返す生命力2016年10月23日東京新聞アーカイブ2018年6月16日閲覧ありがとうございます